こんばんは。ハレリア。こんばんは、ハレリア。ハレリア、こんばんは。こんばんは、ハレリア。サマさん、こんばんは。ユリさん、ヒカルさん、ジトさん、こんばんは。ハレリア、アメン。ハレリア。イネさん、ハレリア。いいですね、皆さん、あの、固定版をつけてくださるといいですね。カズノコさん、ハレリア。オバマ大統領が勝ちましたね。アメリカの選挙は、オバマ大統領が勝ちました。ロムニーさんが負けましたね。まあ、どちらがね、大統領になった方がいいかよくわからなかったんですね。両方なってほしくない。クリスチャンとしては両方なってほしくないんですが、まあ、太郎さんこんばんは。ストッキングさんこんばんは。はい。どっちがね、どっちがいい大統領なのかわかりません。まあ、どちらにしてもですね、心配だということですね。まあ、オバマさんはですね、中絶賛成、中絶賛成、そして同性愛賛成なんですね。アイプさん、ハレリア。ダイさん、ハレリア。まあ、私たち、まあ、福音主義的なね、福音主義的なクリスチャンからすると、まあ、ノムニさんの言うように、中絶反対、同性愛反対というのが、まあ、従来的な、クリスチャンの考え方なんですね。はい、ストキックさん、無事ついてよかったですね。まあ、そういうことの中で、私たちは、まあ、とにかく、オバマさんが、まあ、いい政治してほしいと祈るということでしょうね。まあ、祈ってですね、オバマさんが、まあ、信仰的な判断してほしいと、そういうことですね。ぜひ皆さん、オバマさんのために祈ってあげてください。アメリカがですね、クリスチャンの国にもう一度なるようにですね、クリスチャン的な政治ができるように祈ってください。ありがとうございます、トッキーさん。ありがとうございます。まあ、そういうわけで、まあ、一応決着がついた。ね、決着がついた。カズノコさん、アメン。私たちは、とにかく、この、祈ってあげることが大事。で、まあ、日本の方がクリスチャン少ないんですけど、日本の方が、クリスチャン少ないんですけど、ね、その、アメリカのためにも祈らなきゃいけないという感じでしょうか。日本のためにも救われなきゃいけないし、祈らなきゃいけないし、アメリカのためにも祈らなきゃいけないということですね。まあ、とにかく今は祈る課題がたくさんあります。皆さん、祈る課題がたくさんありますよ。今私たちはですね、ニュースを見ると世界的なニュースがたくさんあるわけです。たくさん、世界的なニュースがあるので、私たちは世界のために祈れる。日本のためにも祈らなきゃいけないけれども、世界のために祈る。政治のために祈る。シリアのために祈る。イラクのために祈る。ね、イランのために祈る。北朝鮮のために祈る。経済のために祈る。いろんなことは、ね、皆さん、ニュース見ますか？ニュース見る方多いと思うんですが、ただニュースを見るだけじゃなくて、皆さん、祈るためにニュースを見ましょう。祈るために見るんです。ですから私はまあ、ヤフーのニュースとですね、NHK を見るんですが、その中で、全部見ませんね。全部見ません。祈るにふさわしいものをピックアップして、見ます。だからニュースを見る理由が祈るためだよということですね。イスラエルのことのニュースがあったら、イスラエルの
イスラエルを祈るために見る。北朝鮮のニュースがあったら、北朝鮮のことを祈るためにニュースを見る。ですから皆さん、ニュースを見るのは祈るためだというふうに考えてください。そしてニュースはどっちかというとネガティブなことが多いんですね。ネガティブなことが多いので、そのただただニュースを見てですね、ネガティブになってしまうんではないでしょうか。はい、それではですね、まあ、オバマさんが勝ったということで、まあ、とにかく祈っていきましょう。そして今日はですね、タイトルがないんですが何について聞きたいですかというタイトルなんですが、リエさん、ハラリア、意外と毎晩毎晩ですね、あのタイトル意外と大変なんですね。タイトル考える、こうでこうインスピレーションがあったらこうノートに書いてですね、このタイトルを一応こう書いて、そこからまたピックアップしてやるんですが、まあ1日1個のタイトルって結構大変なわけですね。質問放送ですか？いや、質問放送ではないんですね。今日はですね、まあ要するに毎晩って大変ですよねありがとうございます。一応ですね、あの私がまあ話したいこともあるんですが、皆さんが聞きたいこともあると思うんです。でニコ生のいいところはですね、双方向ですね、双方向、LTL 協会のエネルギー油注ぎですねがまだ残ってます。今度一緒にタイトル考えましょうか。小野さんはまだですね、油注ぎが残ってるそうです。よかったですね、油注ぎが残ってる。悔い改めについてはどうですか？悔い改めですね、難しいテーマだな。じゃあとりあえず皆さん聞きましょう。はい、皆さん何について聞きたいですか？何について聞きたいですか？はい、なぜ人は人の目を気にするか、なぜ人の評価を気にするか、難しいな悔い改め、ルカ6章。太郎さん、よくタイトルくれますね。クリスチャンになるには教会で洗礼を受けないといけないの。まあ洗礼は一応受ける必要があります。吉原さん、聖書はどこから読めばいいでしょうか？そうですね、ヨハネからおすすめします。ヨハネからね。 BGM はミカさんという方ですね。ミカさん、自分の目にある針について。キューちゃん牧師はどうしてそんなに優しいのですか？油注ぎを受ければ誰でも優しくなりますね。油注ぎを受ければ誰でも優しくなる。なぜ女性は恋愛に依存しやすいのかなぜ女性は恋愛に依存しやすいのか、やっぱり準備が必要かな。やっぱり急に言われてもやっぱりあれかな、やっぱり準備が必要だから、やっぱりアドリブは無理かな。なぜ日本にクリスチャンが少ないか、うーん、難しい質問ばっかりだな、難しいな。やっぱり準備が必要かな。中絶はなぜダメなのか改めて教えてほしい。あ、これいこうかな。はい、キュージャン牧師はかなり優しいです。どうしてですか？やっぱ油注ぎでしょうね。じゃあ中絶にしてしましょう。はい、私はですね、皆さんもご存知ように、そういう経験があって、まあ、それを悔い改めて、まあ、油注ぎを受けたということを話したことがあります。そして私はその問題を通して、まあ、信仰が養われてきたと言ってもいいんじゃないかなと思ってます。なぜ中絶がいけないのか、まあ、当たり前といえば当たり前なんですが、中絶反対
をすることをプロライフというんですね。プロライフで、そのプロライフというのは、あのプロというのは肯定するというような意味がありまして、ライフが命ですね。つまり、命を肯定するということで、胎児の命を守る、肯定する、でプロライフと言います。で、その中絶容認派、容認派ですね、それをプロチョイスと言いますね。チョイス、チョイスというのは選択という意味ですよね。選ぶという意味です。つまり中絶をするかしないかは、女性、産む女性が、まあ、選択できるという、選択権がある。つまりその中絶するかしないかは女性の権利だというのがプロチョイスの考え方ですね。で、プロライフの考え方は、女性の産むか産まないかの権利よりも、胎児ですね、赤ちゃんの、お腹の中の赤ちゃんのこと胎児と言いますが、その胎児の生存権が、その女性の、産むか産まないかの選択の権利よりも、生存権の方が優先する、ね、命があるかないかの方が優先だよというのがプロライフの考え方ですね。プロライフの考え方、人間にとって一番の権利、人間の一番の権利は生存権だじゃないですか。生存権っていうのは、生きて存在する権利ということですが、人間にとって一番の権利だと思いませんか。基本的人権で一番の権利は生存権です。ですから、よくネットで死ね死ねとか言うのはとんでもないことなんですね。この死ね死ねってみんなよく言いますよね。あれはもう生存権をもう侵害してるんです。生存権を侵害してるから言ってはいけないことはですね、もしその人がですね、死ね死ねって言うならばですね、もうその人は悪魔そのものと言ってもいいね。悪魔そのもの、つまり悪魔っていうのは、その人間を殺したいんですね。人間を殺したい。ですから死ね死ねっていうのは、まさに悪魔が言ってる言葉を代弁してるという。だから決して言ってはいけない言葉、それはもう神様に対して大きな罪ですね。つまり人間の生存権というのは、当然それは、神様が生かしているということで、神様が生かしている命を人間が犯してはいけない。で、それのその法律では当然殺人がいけないということになりますね。つまり殺人というのは人の生存権を脅かすことですね。生存権を脅かす。で、その死ね死ねという言葉も、結局は実際に殺人をしなくても、よく聞いてください。聖書的に言うと、実際に殺人をしなくても、死ね死ねと言っただけで殺人と同じ罪だというのが、これは聖書の考え方ですね。聖書というのは、もう心で思ったらもう同じ罪なんです。殺したいと思っただけでもうそれは殺人だというのが、これが聖書の考え方なんです。で、刑法では殺人しなければ殺人罪にはならないわけですね。殺人を実際に実行しなければ殺人罪にならないんですけど、神様は心が分かりますから、殺したい、死ねと言うだけでも殺人罪ですね。殺人罪というのは大きな罪です。大きな罪だから、多くの人はそういう罪というものが分からない、罪というものが分からないから平気で言っちゃう、ね、警察に捕まらなかったら言ってもいいでしょみたいな、とんでもないことですね。それはやっぱり神様が必ず裁きます。罪を犯すということは必ず神様が裁きますので、罪を犯すということは怖いことなんだね。当然皆さんは警察が怖いから罪を犯さないと思いますが、
警察だけが怖いのではないんです。もっと怖い方、それは罪を裁く神様、神を恐れましょう。警察を恐れるよりも、神様を恐れましょうね。必ず裁きがあります。ですから私たちは神を恐れるというのが、キリスト教ですね。キリスト教というのは、神を恐れて、私たちは本当に、神様に対して正しく生きる必要がある。ただ私たちは神様に正しく生きるためには、イエス様によって、罪を許してもらわないと、神様に対して正しく生きることはできないんだというのがキリスト教ですね。自分の力では正しく生きれない。自分の力でその神様に対して、罪を犯さなくなることはできない。十字架のおかげで、初めて人間は、罪の奴隷から解放されるんだということですね。ちょっと話がずれちゃったんですが、元に戻りますと、要するに中絶というのは、その人間の生存権を、この脅かすということですが、でその中絶は良くない、大抵の人はですね、中絶する人も中絶は良くないと思うと思うんですね。中絶なんか良くないと思うけども、仕方なく中絶をしてしまう、もう本当に産めないから、育てられないから中絶をしてしまうということがあるんですが、結婚してる場合と結婚してない場合があるんですが、結婚してない場合は往々にして不貧困が原因ですね。いろんなケースがあると思うんですが、多くの場合は不貧困で、要するに子供を作るつもりじゃないけどできちゃった、で、それで結婚する人もいますね。できちゃった結婚っていうのは、子供ができて、結婚するわけですが、多くの場合は結婚できないから、中絶をするということになるわけですね。で、結局のところ、神様は何を言いたいかというと、結局、中絶をしてしまうような状況になるのは、不貧困が原因だということを神様は教えたいんです。つまり、不貧困の罪より、中絶の罪、つまり殺人の罪の方が大きいわけですね。だから、不貧困の罪ってなかなか見えないわけです。みんながやってるし、世の中はそうだから。不貧困するのは当たり前でしょうという。不貧困の罪が見えないわけです。で、その神様が、その不貧困の罪を教えるために、殺人の罪まで、持ってくるわけです。あなたは、自分の子供を殺すんですか？自分の手で殺すんですかと。幼児虐待もそういうところがありますね。あなたは自分の子供を虐待するんですか？と。神様は、その、誰でもわかるような罪、自分の子供を殺すという誰でもわかるような罪を通して、不貧困の罪が結局のところ大きな罪なんだよ。そしてその不貧困の罪を通して人間の罪を教えたいのです。誰でも持っていて、誰でも許されなければならない人間の罪を神様が教えるために、不貧困の罪に陥らせ、不貧困の罪から中絶の罪に導かれて、神様は人間に罪があるんだ、ということを教えるためなんだということなんです。私もそのことで自分の罪というものが分かるようになってきたんですね。私もそれまで罪というものがよく分からなかった、ね、
自分のその中絶問題を通して初めて、自分の罪というのが見えてきたわけですね。ですから、ただ中絶ダメダメ、中絶反対反対っていう、ただそれだけのね、ことだと相手に伝わらないと思うんですね。で、なぜ中絶がダメなのか、なぜ中絶がダメなのかということは、やっぱり説明が必要だと思うんですね。その説明しないで、ただ中絶ダメダメってあって、なかなか伝わらないと思うんです。そしてもう一つはですね、中絶をした、女性は特にですね、在籍感があると思うんですね。在籍感。ね、殺してしまったという。で、そのことも結局は、その罪というものを、イエス・キリストを信じたら許されるよ。イエス・キリストを信じたらその罪が許されるよと。神様は中絶してしまった人を責めるんではなくて、中絶した人が持っている重荷、在籍感を、私が許すよという、今度は罪が許される十字架を教えてるんだと思うんです。つまり神様が言いたいことは、罪を教え、ね、その罪が許されることを教えたいのです。つまり十字架を教えたいのです。神様が福音講や十字架を通して教えたいことは、十字架を教えたいのです。誰でも罪があり、誰でも殺人の罪があり、誰でもとんでもない罪があり、誰でも許されなければならない罪がある。そして誰でもイエス・キリストを信じて許されるんだ。イエス・キリストを信じて許されるんだということを教えたいのです。これが中絶問題ではないかと思うんですね。そしてもう一つはですね、男性にはちょっと分かんないんですけど、女性は赤ちゃんを産みますね。で、赤ちゃんを産んだときですね、可愛いんですね。可愛い。赤ちゃん可愛い。で、よくできている。ね。施設を通しても伝道になりますか？なりますよ。なりますよ。その可愛い赤ちゃんを見てね、こう50センチ、生まれたとき50センチぐらいですね。で、この、よくできているんです。ものすごくよくできている。で、命ってすごい。もう本当に、命っていうのはものすごい、よくできている。で、その、神様はね、その命という、命の素晴らしさ、命の素晴らしさを教えたいんではないかと思うんですね。命の素晴らしさというのは、結局神様の素晴らしさです。神様は命ですから。その素晴らしい神様が与えてくれた命。人間の命は素晴らしいということは、神様が素晴らしいということであり、神がくださる命は素晴らしいということなんですね。皆さんも赤ちゃんの時があったのです。皆さんも中絶されないで大きくなったのです。皆さんも命があるのですが、肉体の命があるんですが、その命はとても素晴らしいことなんですが、ただ皆さんは霊的に死んでいるので、その生きていることが喜びにならないのです。皆さんが肉体は生きていても喜べないのは霊的に死んでいるからですが、十字架によって罪が許されると、本当の霊的な命が与えられて、霊的な命が与えることによって初めて生きることの素晴らしさ、命の素晴らしさが分かってくるのです。そして命の素晴らしさが分かると、赤ちゃんを殺すなんてとんでもないということが分かるのです。赤ちゃんが生きてるならば、赤ちゃんは素晴らしい尊い命があるんだ。その小さい尊い命を殺すなんてとんでもないことなんだ。赤ちゃんはね、生まれるべきであり、愛されるべきであり、
成長してイエス・キリストを信じるべきだ。小さな赤ちゃんはね、もう本当に神の子になることができる、そのような存在なんだということで、命の素晴らしさがわかるのです。ですからプロライフをやる人はほとんどクリスチャンが多いんですね。クリスチャンが大体プロライフ運動をしますが、クリスチャンというのは結局のところ、自分が永遠の命をもらいますから、人間の命の尊さが分かるのです。人間の尊さだから人間をですね、死ねなんていうことはありえないことです。人間に対して死ねなんてありえないこと、それはまさに悪魔の言葉ですが、クリスチャンにとって人間の尊厳があり、人間の命は大事だということが分かるなら、だからクリスチャンは人に対して優しくなって、人に対して礼儀正しくなって、人を愛するようになる、人を愛するようになる。クリスチャンがなぜ人を愛するんですか？それは人間が素晴らしいからです。人間が素晴らしくて、人間の命が素晴らしくて、人間には尊厳があって、その人もイエス・キリストを信じたら神の子になる、神の子になる尊い存在だから、だから私たちは人間を大事にするのです。人間を尊重するのです。それは命の素晴らしさ、イエス・キリストを通して命の素晴らしさが分かったからです。命の素晴らしさが分かったから人間を愛するようになるのです。イエス様はそれをご存じで、イエス様は全ての人を愛していて、全ての人が永遠の命を受けるために十字架にかかって死んでくれました。イエス様は全ての人を愛しているのです。その神の愛が私たちも分かったのです。神の愛が分かったのです。神の愛が分かったから私たちも悔い改めて、人を憎んだり、人を恨んだり、人に暴力を振ったり、人に殺意を持ったことを悔い改めて、とんでもないことなんだ、それは悪魔の心なんだ、それは悪魔の心なんだ、そういう心を捨てて、そういう心を捨てて、イエス様と同じ心を持って人を愛そう、隣人を自分のように愛そう、敵でさえも愛そうという、そのようになってくるのです。アメン、アメン、アメン。ですから、中絶しようとしている人は、思いとどまってください。また自分の周りに中絶しようとする人がいたら、止めてください。そして、その赤ちゃんを引き取る団体もあります。クリスチャンの団体もありますから、自分で育てられなかったら、代わりに育ててくれるクリスチャンホームの人たちもいます。また中絶して苦しんでいる人はぜひイエス・キリストを信じて、イエス・キリストがその罪を許してくれるんだ、イエス・キリストがその罪を許してくれるんだということで、癒されてください、癒されてください。もうね、自分を責めて苦しむ必要はないのです。イエス様が許してくれます。その中絶の罪を許してくれますから、自分を責めないで、ああイエス様が許されてくれるの、イエス様が許してくれるんだということで、許されたい、自分の罪を許されたい、中絶の罪を許されたいという気持ちを持ってください。許されます、許されます。私も許されました。私も中絶の罪が許されたのです。だから明るく生きることができるのです。元気に生きることができるのです。そして、人々に伝道することによって、罪を犯さない生き方を示すことができるのです。ですから皆さん、中絶をね、した経験がある男性女性は、イエス様を信じて許されましょう。アメン、アメン。そして皆さん、人を責めてはいけません、人を責めてはいけません。誰でも弱いのです。誰でも罪を犯しやすいのです。責めるのではなくて、慰めてあげてください。責めるのではなく励ましてあげてくださいね。私たちは、許すことが大事なのです。許すことが大事なのです。さっき目の中の針という
についてっていうのありましたけど、私たちは自分も罪人なのです。自分も罪人なのです。人の罪を責めるのではなくて、イエス様が許してくれたように、イエス様が許してくれたように、私たちも人の罪を許すのです。人の罪を許すのです。人の罪を許すのです。そして、悪魔が本当に人を殺したい、赤ちゃんを殺したいっていうところがあるんです。私たちは悪魔に立ち向かって、悪魔に立ち向かって小さな命を守る、そのような立場になりましょう。親が反対しても、学校が反対しても、そして会社が反対してもね、その私は赤ちゃんを守るんだ、小さな赤ちゃんを守るんだ、周りの人が全部中絶しなさいと言ったとしても、私はその小さな赤ちゃんを守るために戦うんだという、そういう勇気を持ってほしいと思います。そしてイエス様が、助けてくれます。イエス様が助けてくれます。はい、あと何か話すことあるかな。実際にそういう問題で苦しんでいる方はスカイプの方で相談してください。そういう問題を取り扱っているクリスチャンの団体を紹介することもできます。とても大事な問題だということですね。中絶問題、アメリカではその今回も結局あったのかな、オバマさんが中絶賛成プロチョイスで、そしてロムニーさんが中絶反対なんですね。だからその中絶問題からすると、まあ、ロムニーさんの方が、まあ、いいわけなんですが、ただロムニーさんはモルモン教ということで、私たちはどっちがいいかということが、まあ、分かんなくなっちゃったということなんですね。イエス様の十字架の血潮によって罪が許されます。アメリカの大統領選では共和党が、まあ、中絶反対、民主党が中絶賛成ということで、毎回その中絶問題が大統領選の、この何でしょうか、論戦といいましょうか、議論になるわけですね。日本ではそういうこと議論になりません。なぜかというと、みんな中絶賛成がだからですね。中絶反対をする人たちが日本にはあまりいないんですね。あまりいない、まあ、クリスチャンだけです。でクリスチャンは非常に少ないですから、ですから日本人はほとんど中絶容認派なんですね。ところがアメリカにはクリスチャンが多いから中絶反対派が多いということですね。私もですね、プロライフのホームページ持ってるんですが、そのちょっと今、ね、残念ですけど、そのプロライフのホームページがちょっと壊れちゃってですね、今ちょっと貼りますけど見れないんですね。私がそのインターネットをですね、今から12年ぐらい前にインターネットを始めたんです。で私がインターネットを始まって一番最初にしたことが、そのプロライフのホームページを作ったことなんですが、これが私のプロライフのホームページなんですが、ちょっと文字化けしちゃって読めない文字化けして読めなくて、これ直さなきゃいけないんですが、ちょっと直したいんですけども、これをプロライフのホームページですね。はい、それではですね、英語いきましょうかね。英語、英語はですね、今日はここですね、ルカ9章。 If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. これはですね、もし誰かが私についてきたいならば、彼は、自分を否定して、自分の十字架を毎日担いで私についてきなさいということですね。イエス様の弟子になりたいならば、自分を捨て、自分を拒否して
自分の十字架を 毎日担いで、そしてイエス様についてくるということですね。まあどういうことかというとですね、どういうことかというと、イエス様の弟子になるためには、まず自分を捨てなきゃならない。自分の考え、自分の思い、自分の計画、自分の、ね、生き方、それは全部捨てなきゃダメ。そして自分の十字架を毎日背負う。これはどういうことでしょうか。まあいろんな説明がありますが、まあその、まさに、自分が死ぬというような意味であり、自分を、まあ、なんて言うんでしょうかね、命を捧げるという意味もあるかもしれません。ね、命を捧げる。それから、イエス様についていきなさい。ね。イエス様についていくっていうのは結構厳しいですね。イエス様についていく、つまりイエス様の弟子になるためには自分を否定しなければならない。自分を捨てなければならない。そして、毎日、自分の十字架を背負って、そしてイエス様についていく。ね。自分の命を捨てるようなものですね。自分の考えを捨てる。自分の、自分の生き方を捨てる。自分の思いを捨てる。自分が毎日十字架にかかる。ね。毎日、私もですね、ニコ玉ですね。これ伝道しながら、これ自分、十字架にかかってるつもりですね。もう悪コメをいろいろ打たれるんですが、この悪コメ、によってですね、さらされてるというか、もう、このニコ生十字架みたいな感じでですね、毎晩十字架にかかっておりますね。自分を捨て、ね、自分のプライドを捨て、そして十字架にかかって、悪コメに耐えるというか、誹謗中傷に耐えるというか。でもですね、それは特権なんです。イエス様のために苦しむことは特権です。イエス様についていくことは特権です、ね。イエス様の弟子になることは素晴らしいことなんです。ゆりさん、イエス様のために働きます。イエス様についていくことは素晴らしいことなんです。皆さん、イエス様についていきましょう。イエス様についていきましょう。自分を捨て、自分の十字架を日々背負って、イエス様についていきましょう。イエス様についていきましょう。イエス様についていきましょう。特権です。最高です。本当の人生です。本当の人生です。福音に伝えることは最高の仕事です。福音に使えることは最高の仕事です。アメン。アメン。はい。イエス様が素晴らしいから赤ん坊も素晴らしいのですね。アメン。アメン。ついていきます。アメン。吉原さん。イエス様についていきます。素晴らしいですね。もう皆さんは燃えてますよ。皆さんは献身的ですよ。皆さんは本当に素晴らしい信仰です。イエス様についていきたいな。ついていきますと言ってください。ついていきたいな、じゃなくて、ついていきますって言うんですね。皆さんは素晴らしい信仰です。素晴らしい信仰ですね。イエス様喜んでいます。皆さんの、信仰を喜んでいます。皆さんの、ね、熱い思いを喜んでいます。イエス様のためだけに働きます。だんだん分かってきました。イエス様のためだけに働きます。だんだん分かってきました。イエス様についてきます。アメン。リュウさん素晴らしい。イエス様についていきます。イエス様についていきます。自分を捨て、自分の十字架を日々背負って、イエス様についていきます。ワルコムも救いの始まりです。アメン。アメン。それでは、明石タイム行きましょう。明石タイム。今日はですね、中絶ですね。中絶問題を通して、罪が分かった。中絶問題を通して命の尊さが分かった証タイム。自分の罪が分かった。中絶、命の尊さが分かった証タイムスタート。イエス様は子供を愛しているそうです。イエス様は子供を愛しているそうです。過去の中絶の罪が許されました。命を守ろうと思いました。
命の大切さを再認識しました。一生独身でいようと思いました。私もイエス様を愛しています。自分の命の大切さが分かりました。イエス様のおかげで中絶の罪がなくなりました。私は妊娠したことがありません。先日も神様は全ての人を愛してくださっています。この放送で命の尊さが分かり悔い改めます。神様が作られた命に感謝します。神様どうか許して導きお助けください。罪は誰でも背負っているのだと再認識。子供たちの笑顔を大切にしたいです。過去の過ちを悔い改めます。アーメン。吉原さん、サマーさん、中絶は神様への冒涜だと思います。未成年の妊娠した場合も出産した方がいいんですね。はい、私はそう思います。過去の罪を悔い改めます。ニコ生でキューちゃんに出会えて人生変わりました。中絶された胎児に幸がありますように。悔い改めが最も大切です。イエス様のおかげで知らない男と寝るのをやめれた。アメン。イエス様を信じたら人生が楽しくなりました。イエス様を信じ命を大切にします。今日の放送を見て天国ポイントを貯めました。アーメン。子供を叩くことはどんな罪かを知ってやめた。死産の場合は仕方ないですよね。この父さんの本で流産してしまった子供が母がイエス様を信じる、僕の不貧困の罪を許してください。毎日が解放感にあふれています。イエス様ありがとう。イエス様を信じたら人生がバラ色です。おかげで中絶をやめようと思いました。アメン。婚前交渉が蔓延している日本を正したいです。不妊症で妊娠した場合、産んだ方がいいんでしょうか。はい、産んでください。不妊症は良くないですが、中絶はもっと良くないのです。生存権の侵害について深く考えさせられました。イエス様に会いたくて会いたくて震えています。中絶で泣くのはいつも女性です。妻が不倫して妊娠しても産んだ方がいいのですか。
私はそれでも産んだ方がいいと思います。男性は快楽のために女性を見るのをやめるべきです。アメン、アメン。父親が違う兄弟とも仲良くしたいです。手術は神様に背くことです。友達を許そうと思います。今日は素晴らしい学びができたことをイエス様に感謝したいです。天国の兄弟姉妹に会いたいです。神様は全ての命をご存知です。安心して子供を産んでいいんだと思います。ペットの中絶ですか。ああ、それはちょっと難しいな。以前はあまり考えたことありませんでしたが、命を考えさせられています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ですね、キューちゃん牧師や LTD 教会の人たちは僕にとってもう一つの家族です。神の家族です。神の家族です。神の家族です。レイプ妊娠でも産むべきですか。私たちはその犯人とですね、犯人と子供とは別な人格、別な人間と考えます。ですから、子供の命は子供の命です。子供の生存権です。ね。その父親に罪があったとしても、子供には罪がないのですね。そういう意味で、レイプされたから子供の命を殺していいということではないんですね。難しいです。難しいですけど、そういうことなんです。はい。サタンはですね、サタンはその人間を殺したいという原則を知ってほしいんですね。私たちはサタンのその立場になってはいけないんだ。私たちは神様の立場にならなきゃいけない。神様の立場は人を殺すことではありません。人を生かすことです。人を生かすこと。人が救われること。ね、それが神様の立場です。私たちは以前は悪魔の立場になって、悪魔の思いを行っていましたけど、私たちは、それを悔い改めて神様の立場に立って、人を生かし、人を助け、人を救う働きをする、これがクリスチャンです。これがクリスチャンです。ですからぜひ皆さん、その罪人というのは悪魔の立場にあるんだということをぜひ知ってください。そして悔い改めて神様の立場になりましょう。悔い改めて神様の立場になるんですね。それが大事なんです。子育ても信仰でするんですね。そうです。子育ても自分で、するんですね。信仰でするんですね。信仰ですね。
クリスチャンになっても自分の罪を認識して悔い改めることについて、はい、悔い改めるというのは結局その自分がサタンの側にいた、サタンの思いを持っていた、それを悔い改めて、そのようなその命を命と思わないような考え方を捨てて、悔い改めて神様の立場になり、神様の思いで生きるようになる、そうなりたいと思うのが悔い改めですね。そしてそれを教えるために神様は中絶問題というものを与えていると思います。もっともっと悔い改めたいです。もっともっと悔い改めたいです。アメン、アメン。そして私たちはこのような正しいことを言うべきですね。タブ視して蓋をするような、臭いものに蓋をするような、そのようなあり方ではなくて、人間の問題、社会の問題、人類の問題をやはりしっかりと信仰で捉えて、信仰で捉えて、それははっきりと表明する必要があるんではないでしょうか。私たちは正々堂々と生きるべきです。正々堂々と正しいことを、愛を持って正しいことを言うべきです。私たちは人を裁くために言ってるのではありません。人を救うためなのです。人を救うためなのです。罪を犯した人が悔い改めて許されるためなのです。許されるために、言っているのです。ぜひ皆さんも、そのようなことで一緒に伝道しませんか。神の御言葉は生きています。ありがとうございます。皆さんも神様のメッセージを持って伝道しませんか。人を救う働き、人々を導いてね、その人が本当に正しい神様のポジションになるように、教会は毎週行かなければなりませんか。このネット教会がありますので、この、日曜日ここで礼拝がありますので、この伝道部屋も、ネット教会ということで考えてください。はい、今日はいいテーマを教えてられたと思いますね。福音は本当に正しさだけなんですね。福音は本当に正しさだけなんですね。祈り会も放送してほしい。ネット教会に出会えて毎日幸せです。アメン、アメン。それじゃあ招きをしましょうね。中絶をさせてしまった、してしまった、ね、また協力してしまった、以前はカンパをしてしまった、中絶するために、中絶をするカンパをしてしまった、まあ、諸々のことで、または命を本当にないがしろにしてしまった、命を尊ばなかったこと、そういう罪を許してほしい人、今日はそういうテーマでしたけど、そういうことで自分も、そういうサタンの立場に立ってしまったということを悔い改めて、その罪を許してほしい人、アメンと言ってください。中絶に関わる罪、不貧困に関わる罪、命に関わる罪、そういうものを本当に悔い改めて許してほしい人、アメン、アメン、アメン。イエス様に罪を許してほしい人、アメン、アメン。死ね死ねと言った人も大きな罪、殺人の罪なんです。死ね死ねというのは命を本当に、命を本当にこの損なっている罪です、ね。人を憎んだり、人に殺意を持った人も許されなければなりません。そのように悪い言葉、悪コメも結局は、人の命を損なっています。悔い改めてくださいね。はい、悔い改めましたか。アメン。許される必要があります。
殺人罪です、その十字架は死刑台ですが、その死ねと言っただけで殺人、これ死刑になります。まあこの世の死刑ではなくて、神からして死刑なんだということですね。神様に対する、罪は死だということで、私たちは、罪によって裁かれなければなりません。でも代わりにイエス様が死んでくださった、代わりに、イエス様が罰を受けてくれた、私たちの代わりに死んでくれた、それが十字架です。メッセージで涙が溢れてきました。イエス様が私たちの罪の代わりに死んでくれた、私たちの代わりに罰を受けてくれた、だから罪が許されるのです。だから罪が許されるのです。だからどんな罪でも許されるのです。聖霊を冒涜する罪は許されませんが、それ以外の罪は許されます。聖霊を冒涜する罪は許されません。しかし、多くのほとんどの罪は許されるのです。天のお父様、私たちの罪を許してください。知らず知らず不信仰しました。知らず知らず中絶をしました。知らず知らず死ねとコメントを打ってしまいました。知らず知らず憎んでしまいました。知らず知らず殺意を覚えました。ごめんなさい。私たちの中に罪があることが分かりました。私たちの中に罪があることが分かりました。その罪を除くために、罪を許すためにイエス様が十字架にかかって死んだことを聞きました。イエス様、私たちの罪を許してください。私たちの罪を許してください。中絶の罪を許してください。不信仰の罪を許してください。悪意敵意の罪を許してください。命を命として思わず、人を人として思わなかった、その罪を許してください。許してください。許してください。十字架によって許してください。十字架によって許してください。イエス様、私たちの大きな大きな大きな罪を許してください。今アーメンと言った方々の罪が許されたと信じます。今アーメンと言った方々、悔い改めた方々の全ての罪が許されたと信じます。信じます。許されたと宣言します。今アーメンと言った方々の全ての罪が十字架によって許されたと宣言します。宣言します。宣言します。許されました。許されました。許されました。イエス様、ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。皆さん、許されました。許されましたね。十字架によって許されたのです。皆さん、許されたことを喜んでください。許されたことを信じるのです。ああ、許された。もう自分を責める必要はないのだ。もう罪を悔い改めてやめよう。ね、ぜひ皆さん、許されたんですから、もう罪を犯してはいけません。罪を犯してはいけません。そして、本当に、許されたことを喜んで、喜んでください。許されたことを喜んで、そしてイエス様についていきましょう。自分を捨て、自分の十字架を背負ってイエス様についていきましょう。イエス様の教えを伝えましょう。自分が救われただけじゃなくて、自分が許されただけではなくて、まだ罪に苦しんでいる人がたくさんいるのです。たくさんの人が罪の中に生きているのです。皆さんが罪から離れ、罪の奴隷から解放されたんですから、今度は他の人を救いましょう。他の人を救いましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン。シャローン。おやすみなさい。ハレルヤ。アメン。アメン。アメン。ハレルヤ。アメン。